小室哲哉さんとグローブの恵子さん、調停の末、離婚が成立しましたね。2002年に結婚、当時は5億円挙式が話題となり、おしどり夫婦と言われていました。3度目の正直かなとも思いましたけど、2度あることは、3度あるの方になっちゃったわけですね。今回は、多くの女性と噂になってきた小室哲哉さんの女性遍歴を改めてご紹介します。記事はニュースポスト7より、小室の最初の結婚は、TM ネットワークとしてデビューした後の1988年のことだった。相手は、TM と同年デビューの女性アイドルユニット、キララとウララの大谷加奈子さん。当時小室は29歳。8歳年下の大谷さんは、結婚後にアイドルを辞め、ラジオパーソナリティやレポーターとして小室加奈子名義で活躍したが、4年後の1992年に競技離婚した。その後、篠原涼子や TRF のプロデュースで一躍、時代の寵児となった小室が出会った女性が、当時は、遠峰ありさ名義でアイドル活動をしていた華原朋美だ。バラエティ番組に出演していた遠峰ありさを見た小室が、会いたいとなったのがきっかけだった。そのエピソードを、華原も、自身の YouTube チャンネルで明かしており、それから、私は華原朋美になったと語っている。小室ファミリーの一員として95年にデビューした華原は、プライベートでも小室の恋人に。公の場にも2人で手をつなぎ登場するなど、その交際ぶりは広く知られることになった。ところが、99年1月に華原が自宅で倒れて救急搬送され、破局していたことが明らかになる。華原とは16歳差の恋愛だった。小室は、華原との破局報道と前後して、自身がプロデュースした音楽ユニット、DOS のあさみこと、吉田あさみと交際を始めていたことが報じられ、子供ができたことを機に、2001年5月に結婚。が、わずか10ヶ月でスピード離婚した。小室は、数億円の慰謝料や養育費を払うことになったが、2005年には、養育費の未払いがあることを、吉田が週刊ポスト紙上で訴えたこともあった。吉田は17歳年下の妻だった。吉田との離婚から7ヶ月後の2002年11月には、14歳年下の恵子と再再婚。が、小室サウンドは、すでに王子の勢いを失いつつあり、資産の売却や金銭トラブルなどが報じられることもたびたびあった。2008年には、自らの著作権をめぐる詐欺容疑で逮捕され、その後、執行猶予付き有罪判決を受ける事態にもつながった。そして、2011年、恵子がくも膜下出血で倒れ、救急搬送される。グローブは活動休止を余儀なくされ、恵子は、長年、療養生活を送ってきた。そして、小室は、2018年には、看護師との不倫疑惑が報じられることになる。疑惑報道後、芸能活動引退を表明した記者会見で、小室は、闘病中の恵子との近況について明かしつつ、看護師との関係に言及。二人に男女関係がないことを明言した上で、彼女が、精神的な支えになっていたのはかなりありましたが、そこに、一般の男性が思う女性への感覚はありませんと述べていた。小室哲哉という類まれなる音楽の才能と、それを公私ともに支え続けた女性アーティストたち。彼女たちとの恋愛模様もまた、TK という人生の作品の一部なのかもしれない。はい、というわけですけどもね。記事は、なんか綺麗にまとめてありますけど、相手の女性からしてみればたまったものではありませんよ。本当に。華原朋美さんと交際中に、不在の間に、華原さんの荷物を、本人に、無断で全て捨てたというエピソードがあるようなんですが衝撃的すぎます。その上、当時、写真を、今は一枚もないという歌詞の歌を歌わせている。怖すぎです。今度は、その不倫疑惑のある看護婦さんと、普通に結婚してるんじゃないでしょうか。再婚になりますけどね。恵子さんには、元気で幸せになってほしいものです。あなたは、どのようにお感じになりましたか？
小室さんが一体結婚に何を求めているのかつくづく不思議だと思った方は高評価をお願いします。コメント欄よりご意見ご感想もぜひお聞かせください。チャンネル登録していただくと気になる芸能ニュースをいち早くお届けします。最後までご覧くださりありがとうございました。